首相領は中華民国の軍人、中国同盟会以来の革命派で国民革命軍軍人としては紹介席を一貫して支持した。1930年代半ばから40年代半ばにかけて中国西北地域における軍事、政治の養殖を務めている。旧名は法明だったが全館の長領を警護して少領に改名した。字は一民。 最初は、旧学を学んでいたが、17歳の時に、福建陸軍小学に入学し、2年後に、南京陸軍第四中学へ進学した。まもなく、日本へ留学することになり、東京新武学校にまず入学する。1910年、東京で中国同盟会に加入した。翌年9月、朱賞料は、父のもに服すために帰国したが、 ちょうど、武将危機が勃発し、観光へ赴いて革命派に加わった。1912年初めに、上海の古軍と特府で参謀に任ぜられている。同年冬に、福建省に戻り、福建陸軍小学で教官となった。翌年、第二革命が勃発すると、主も、半円生害のため革命派に加わったが、敗北して、日本に亡命した。 再来日後は、まず、宇都宮法兵第十四連隊で実習を積み、翌年、陸軍士官学校を第十一期法兵科で学んだ。この時の同学には、何王金、谷正友、が明るく身がいる。1916年に卒業した、朱少寮は、何王金に随住して、奇襲省入りし、県軍に加入した。以後、県軍総司令王文化から目をかけられ、王が率いる。 第一子で参謀長に任せられる。主は、軍人教育に成果を上げ、王の死戦出世でも、威爆で作戦を立案し、1917年12月、重慶受死令を兼任した。この時の働きぶりにより、主は、県軍の小諸くずと称されたという。1920年、王文化は、死戦を追われ、部下の谷は佐藤らに命じて、 奇襲省の武力制圧を行わせた。この時の奇襲特軍は王の叔父である劉剣余であったため、批判を恐れた王は上海に退避し、首相領もこれに随従した。しかし、翌年3月、北京政府と結んだ王廃家の演奏名が放った資格により王は暗殺されてしまう。失意の種は、これ以後、剣軍を離れることになった。1923年、 首相領は、公州で、孫文に合流した。3月、大元水大本営参謀に任せられ、翌年2月、関東省庁、要所タイルに小政府副門として招兵されたが、6月に、辞任、上海に去っている。1926年4月、主は、関東に再び赴き、蒋介石と対面して、国民革命軍第4軍第1師参謀長に任せられた。 そのまま北伐に参加し、北京政府軍との戦いで軍港を挙げた。その後北伐軍は武漢を攻略、武漢国民政府が成立したが、小解析と王朝名の間で対立が発生すると、首相領は省を支持している。1927年2月に国民革命軍総司令部商業へ参謀長に任ぜられ、翌年第9軍軍長に任ぜられた。 上海クーデターの後、国民革命軍総司令部参謀長に昇進したが、8月に、将が一時的なゲアに追い込まれたため、やむなく主も辞任している。翌1928年1月の将解析復帰に、伴い、2月に、首相領は、軍事委員会軍政庁長、弁公長主任となった。7月、表玉将、遠釈さん。 理想人らの軍事力削減を狙い、国民革命軍の軍縮、再編を省に進言する。省はこれを受け入れて、主を第一集団軍整理委員会委員に任命し、軍縮を実践させた。この際に主自身も、軍縮の影響から第八市市長に降格している。1929年に、章桂戦争が勃発すると、首相領は第二軍軍長に昇進。 暗記から湖北へ進軍して、古装桜信行制派の軍を撃破した。9月中旬、長八家が進行制派と結んで、偽証で反勝区レターを起こすと、主は内逆軍第六祖寺葬式に昇進し、これを討伐している。1930年に中原大戦が勃発すると、主は左翼軍総指揮に起用され、廊海戦の防衛を担当した。 中原大戦終結後の1931年11月、中国国民党第4回全国代表大会で、首相寮は中央執行委員候補に選出された。その後、朱は、公軍総統作戦に従事したが、1932年の総統作戦での任務失敗により一時指揮官の地位から罷免されている。8月、首は、将校編革総秘総指揮に復帰し、 10月には右翼葬式として第四次総統作戦に参戦したが、やはり敗北を起死した。1933年5月、西北地域の統制を図る小解析の命により、首相量は甘粛省政府主席に任ぜられ、8月には甘粛水税交渉主任を兼ねた。主は1935年に地方自治人員訓練班、1938年に 西北幹部訓練団を設立するなどして、国民政府中央の統制新党に尽力した。しかしアヘン取締りには力を発揮せず、逆に大量裁判によって利益を得ようと図ったり、あるいは、馬屋軍に対抗するために、まごの絵の軍を西北に招き入れて、混乱を弱気したりするなどしている。1935年2月、首相領は、 総被軍第三祖辞奏司令を兼任し、調整中の後軍への迎撃体制を整えた。10月には、西北総被第一祖辞奏式に任せられる。ところが、同月20日に、乱州城内で、火薬庫爆発事件が発生し、この責任を取る形で主は、監縮省政府主席を辞任した。11月、国民党第5回全国代表大会で、 中央執行委員に選出されている。翌年12月、西安事変の際には、小解析と共に、小学寮を、洋古城に拘禁される浮き目にもあった。1937年の日中戦争勃発後は、首相寮は、第三戦区に移動し、第九集団軍総司令に任ぜられた。日本軍との戦いでは、小解析の時給戦司令を受ける形で、 積極的な構成にはほとんど出なかった。12月、第八戦区長官司令部が、乱州で成立したことに伴い、諸は再び西北に戻り、第八戦区副司令長官権、官縮省政府主席となった。諸は省から中国共産党への圧力強化の任を委ねられ、翌年11月には、第八戦区司令長官に昇進した。1940年11月、 官宿省政府主席の地位を谷正とに譲り、第八戦区司令長官選任となる。翌1941年、戦艦名編駆総司令や軍令部政安弁校長主任を兼任した。1942年7月以降、主は総備例とともに新疆省政府主席制制裁を訪問し、小会席からの共産党粛清要請を勧告した。翌月以降、 森はこれに応じて粛清を開始している。ところが1944年になるとソビエト連邦の第二次世界大戦での優勢を見て森は国民党からの離反を図る。この動きを察知した小、主は素早く軍を展開して生の動きを抑えつけた。そして主自らウルムチ維持して盛んに辞職を勧告。森もやむなくこれに応じている。 しかし日中戦争終結前後に、新教省で発生した三区革命への対応には、首相領は苦しみ、鎮圧も失敗に終わった。1946年4月、第八戦区長官司令部は廃止され、主は、党軍事委員会副総参謀長兼、弁公長主任に転じた。翌年3月、重慶業長井主任に任ぜられ、国境内戦への物資動員に取り組んでいる。 内戦末期の1949年1月、首相領は、復讐水税交渉、主任権復権省政府主席として中国、人民解放軍迎撃に当たったが、すでに大勢は決しており、8月2週は台湾へ逃亡、復讐も陥落した。台湾では、総統府戦略顧問、総統府国策顧問などを歴任した。1963年12月25日、 台北市にて脳一血により死去。去年73、ありがとうございます。